滑落したののは県外に住む70歳の男性です。警察によりますと今日午後1時過ぎ国立公園大山の6合目付近にいる登山者から下山中に仲間1人が滑落したと110番通報がありました男性は知人2人とともに下山中6合目付近で滑落したということで一時安否不明となりましたが先ほど無事救助され軽いけがだということです